あのよいやこれがねーテイクオンミしかねね知らないよね俺だからさどんなんがあんのかな112分と思ってびっくりしっぱなしもうそのびっくり3つ紹介するまず1つ目さっき言ったけどたっぷり112分なんとああ結成前からいやーボーカル誰かいないから探してて結成して「テイクオン・ミー」が大ヒット そしてそして現在までをたっぷり見してくれるこらびっくりだよねもうね Take on Me の大ヒットはのごく一部だよねもう氷山の一角の一角もう他にいろいろあってそしてびっくりポイント2つ目 Take on Me いろんなバージョンあるのよ これはびっっくりしたななそうなんだって自分たちが知ってるのはもう世界的に代筆したあのバージョンだけなんだけどいろんなバージョンが聴けるこれは貴重だよなそしてびっくりポイント3つ目もう「TakeOnMe」のミュージックビデオあのなんか何だろうなクレパスというか色鉛筆で描いたようなあの色彩の絵。 絵がこ,うこうカタ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 動いてその実写とこう重なるんだけどその色彩のこのクレーパスで描いたような絵が前編ドキュメンタリー風にこう作っってありりますねそれがびっくりしたもう自分がよく知ってる「TakeOnMe」のそのあのミュージックビデオの気持ちというかそのノリノリというか何だろうな そのアハを知った時のそのうぶな気持ちでそのドキュメンタリーが見れるそしてなんといってもこのドキュメンタリーこのメンバー3人なんですが3人の心情を丁寧に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 映し出してくれますいやグループってね色々い,い,いっい いいっぱあるのよもうお笑い芸人もさコンビ組んでるとか鳥を組んでる人はねもう解散とかいろいろその中でも組んでても中でもいろいろあったりするんで「テイクオンミー」ああだっていろいろあるのよそして「現在も」もで「現在どうなのか」といういやーこれは見てよかったうんもうテイクオンミーを知ってる世代ですね知らない世代もこれいいかも。 いろいろ一つの曲が世界で大ヒットするっていうことがどういうことかそういう視点のを見れるんで「アッハザ・ムービー」「アッハ」というバンドをもう一度見つめ直すことができますそしてやっぱり偉大なバンドの一つじゃないでしょうか公開されたらぜひ劇場でそれでは「冷蔵庫ジョーク <laughs> アーハージョーク <laughs> テイクオン